韓国原子力研究院処理水の影響は微々たるもの報告書で懲戒処分。韓国の連合ニュースなどによりますと、韓国の原子力研究院が、福島原発の処理水が韓国に及ぼす影響は微々たるものだとする報告書を作成した研究員に対し、懲戒処分を下したことが明らかになりました。韓国の原子力学会などは、今回の懲戒処分は、 政府の見解と対照的な報告書を作成したためであって明らかに学術活動の自立性を侵害していると批判しておりますが、まあ、このような反日が絡むと学問の自由がなくなるという問題速やかに改善するべきでしょう今回の問題は科学に対する明確な挑戦にもなってしまっておりますがぜひとも 韓国の研究者の皆様には、このような韓国政府の反日的なプロパガンダに屈することなく、今後も科学的な事実のみを主張していただき、韓国において、しっかりと学問の自由や科学の正当性を 守り抜いていただくようお願いします以上になりますご清聴いただきありがとうございました